どうもこんにちは、太郎です。今回はフロイドのブルームバースデーパーソナルストーリー見ていきたいと思います。いや、ようやくブルームバースデーのストーリーが見れるということで、すごく楽しみです。しかもフロイドですね。どんな感じのストーリーになっていくんでしょうか。いきましょう。ハッピーバースデー。今まではね、プレゼンターとかあったけど、今年はどんな感じの。そろそろ誕生日のインタビューの時間か。今年は何聞かれんのかな。インタビューなんだ。つか、魔法のペンデュラムが選んだプレゼンターって誰なんだろう。魔法のペンデュラムが選んだプレゼンター。失礼します。お、この声は。お誕生日おめでとう、フロイドリーチさん。今日はよろしくね。いいじゃん、オルト君じゃん。へえ、クリオネちゃんが担当だったんだ。よろしく、俺のこと楽しませてね。この二人の絡みって全然想像つかんのだが。精一杯頑張るよ。それじゃあ早速インタビューを始めるね。いや、オルト君全然さ、動じなさそうだよね。フロイドのさ、なんかいつもの感じに。飛行術は得意ですか、不得意ですか。なるほど。飛行術好きだけど、得意かっつわれるとわかんねえな。これさ、アズールとかにもすんの。めっちゃおもろいじゃん。一発で課題クリアできることもあるけど、ダメな時は全然ダメ。一定の高さでまっすぐ飛ぶ課題とか退屈すぎてやってらんねえし。あ、そういう課題とかあるんだ。なるほど。フロイドさんは感情が飛行術の腕前にかなり影響するタイプなんだね。だろうね。テンションが上がる内容だったらうまくいきそうだけど。誰だってそうじゃねえの。面白そうなことならやる気出るけど、つまんねえ時は指一本動かすのだって面倒じゃん。確かに、もうマジで本質かもしれない。ま、気分が乗らない日でもジェイドとアズールよりは俺の方がうまく飛べるけどね。あ、そういえば人魚は飛行術が苦手な傾向にあるって統計を見たことがあるよ。そうだろうな、逆だもんね。そんなデータがあんの。きっとすげえ暇なやつが調べたんだろうね。まあジェイドとアズールはそもそも飛行術が好きじゃないっぽいけど。なるほど、好きじゃないからあんまり得意じゃないみたいな。俺も授業で習い始めてすぐの頃はやる気関係なく失敗ばっかしてたっけ。ちょっと意外じゃない。水の中にいるのと全然感覚が違うから、ほうきの上でバランスを取るだけでも苦労したし。確かにそれは人魚だったからこその悩みだね。そうだね。そういや、最初の頃はすっげー間抜けな失敗もしたな。なんだろう。ほうきの動きを全然コントロールできなくて、茂みに勢いよく突っ込んだりとか。めっちゃやばいじゃんそれ。怪我しなかったんか。え、怪我とかしなかったの。ね、気になるよね。ああ、いろんなとこすりむいたぐらい。海ん中と違ってスピード出まくるから驚いたけど。確かに抵抗があんまりなさそう。でもその時のスリルがたまんなくてさ、あれをもう一度味わいたいって思って。めちゃくちゃ危険じゃんこいつ。動画とか真似していろいろ試してたらだんだん飛べるようになってきたんだよね。うん、上達の速さは歴代の人魚の中でも上位ってロブスター先生に言われたわ。すごい、さすがやる気になったフロイドとは違うな。へえ、すごいね。フロイドさんが他の人魚と比べて上達が早かった理由は何だろう。何だろう、好きだったからじゃない、楽しいんだから。知らねえ。ロブスター先生には飛ぶのを怖がらないのはいいことだって言われたけど。これまでの話を踏まえると勢いが大事ってことかな。勢いか、そうなのかな。そうかも。あれこれ余計なこと考えて急ぎんちゃくみたいにぼーっとゆらゆらしてるだけとかもったいねえし。まあな。そうだね。僕もおじけづいたりせず新しい経験をたくさんしていきたいな。お、いい感じにまとまったんじゃね。
クリオネちゃん、次の質問行っちゃって。もう早くさ、次行きたいんだな、フロイド。続く、あー、これで第1話終わりなんだ。ストーリークリア。はい、じゃあ第2話行きましょう。なんかさ、声の感じが、あれだね、戻ったね。あの、ポートフェストの時さ、ちょっと声変わったかな、みたいな言われてたけど、全然今違和感ないな。じゃあ次の質問をさせてもらうね。内容は、内容気になる。魔法を使えて良かったことを教えてください。おー、そんなことを。陸に上がれたことかな。なるほど。そう思うってことは、フロイド・リーチさんはもともと地上に興味があったの？いや、別に普通。でも来てみたら案外面白いことも多かったから、結果的には良かったかも。ああ、そうね、めっちゃ楽しんでるもんな。魔法が使えたからナイト・レイヴン・カレッジの入学許可証が届いたわけじゃん。ただ立ってるだけならつまんねえだろうけど、この学園には強いやつや変なやつがたくさんいるし。楽しんでるよね、いつも。めんどくさいこともあるけど、もうしばらくは飽きないかなって。フロイドさんが魔法を使えなかったら今こうして話すこともなかったかもしれないってことか。そうだね。入学許可証が届いて本当によかった。ちなみに、海の中にはない陸ならではの楽しみって？そりゃ服着たり靴履いたり。そうそう、ファッションってやつ。そうね、靴が好きなんだよな。そっか、人魚には着替えの習慣はないんだね。必要ねえもん。貝殻や真珠のアクセサリーをつけてるやつもいたけど、俺の趣味じゃねえし。確かに。陸に上がってすぐの頃は服なんて窮屈でマジ最悪って思ってたんだけど。そうだよね、今まで服着たことなかったらさ、なんだこれってなるだろうな。色とか他のアイテムとの組み合わせ考えるのって結構楽しくてハマっちゃって。僕も自分のパーツを交換して機能と同時に見た目の印象をカスタムするのは好きだよ。へえ、クリオネちゃん気が合うじゃん。あと同じ服でも着こなし次第で雰囲気変えられるのが楽しい。うん、同じ服、制服か。着こなしでそれぞれの個性が出るよね。個性出るよな。リボンの結び方とかでもさ、違うもんね。そうそう、シャツ1枚取ってもボタンを上までしっかり留めてるかどうかで印象が違うみたいだし。俺はあんまり堅苦しい格好は好きじゃないけど、中身はそのままなのに着方をアレンジするだけで真面目な優等生に見られたりするわけじゃん。そうだな、確かに面白いね、そう言われると。それって海の中じゃまずありえなかったことだし。やっぱおしゃれって面白い。奥が深い。海では服を着る習慣がなかったって割にはファッションに詳しいみたいだね。まあね、マジカメのファッションスナップとか雑誌とか結構チェックするよ。おお、そうなんだ。誰かの真似するつもりはねえけど、こういうアイテム欲しいっていう参考にはなるし。なるほど、結構意外な感じだな、それは。なんていうか、自分のさ、センスだけでなんだろう、いろいろ決めちゃって行きそうなイメージだったんだけど、意外と参考にしたりはするんだね。ああ、そういや、ヴィンテージのジャケットが欲しいと思ってたんだった。誰か気の利いたやつ、誕生日プレゼントでくんねえかな。これ何？あげる流れ？おっと、これ誰かくれんのかな？ストーリークリア。はい、最後ですね。あっという間だったな。最後行きましょう。いよいよ最後の質問だよ。最後の質問。これからの1年でやりたいことは？これからの1年でやりたいこと。はあ？
やりたいことなんかその日の気分で変わるし、そんなこと決めるの無理。長い目標とか無理ってこと？というわけで回答終了。もうインタビュー終わりでいいよね。やばいやばい、オルタ君これなんて返すんだろう。ダメに決まってるでしょ。厳しい。ちゃんと質問に答えてよ、フロイドリーチさん。めっちゃ厳しいじゃん、オルタ君。めんどくさ。じゃあ誰にも文句言われず好きにするで。これ長引くか。わあ、今思いついたものを適当に言ったよね。はあ、ま、答えを聞ければいいか。いいんだ。まあいいかみたいな。意外と頭でっかちだね。1年かけてやりたいことがそれって、普段からそれだけいろんな人に文句を言われてるってこと？うん、確かに。そんだけ気になってるってことなのかな。うん、特にアズールに。何かっつうと俺のすることにガミガミ言ってくんだよね。なあ、アズールか。こないだも俺が帽子を塗装してやったら、なんてことしてくれるって切れ出したし。さ、切れるだろう。帽子を塗装？塗装って言わんだろ普通。何した？さ、いつも地味な帽子ばっかかぶってるから、もっと派手な方が似合うんじゃねって思ってさ。水を入れた容器に黒と紫のスプレーを吹きかけて、塗装、水、スプレー。あ、検索にヒットした。ハイドロディップって言うんだね。なんだ、そんなのがあるんだ。そう言われてみればそんな名前だったかも。絶対気に入ってた帽子だろそれ。でも雑誌にその塗装で色付けたかっこいいスニーカーが載ってて、俺もやってみたくなったんだよ。だからとりあえず手近にあった帽子をアレンジしたってわけ。かわいそう、アズールの帽子実験台にされた。あれ、それってアズールアーシングロットさんに似合うかどうかは関係なくなってるような。傑作だと思ったのに、俺が塗装した帽子を見た瞬間、シックな雰囲気が台無しって切れてさ。かぶりもしないですぐに色替え魔法で元に戻しやがったんだぜ。お、すごい。戻せるんだ、よかった。これに懲りたらおとなしくするようにって言われたけど、そんなん聞くわけねえじゃんね。また今度面白そうなこと思いついたら、アズールで試してみようって。アズールかわいそうだな、苦労が伺えるわ。これでインタビューは終わりだよ、フロイドさん。終わり。お疲れ様。お疲れ、フロイド、よく頑張った。クリオネちゃんもお疲れ。はあ、なんかすげえ腹減ってきたわ。早くパーティーの料理食べたい。その前に主役はバースデーロードを飛んでこないとね。はい、これフロイドさん用のほうき。そんな感じなんだ。バースデーロード飛ぶ。涼しげな色の植物が多く使われていて、個性的でクールな印象のデザインだね。確かにあんま見たことない感じ。このほうきはちょっと気に入ったかも。よかった。じゃあ適当に飛んでさっさと終わらせてくるわ。うん、行ってらっしゃい、フロイドリーチさん。みんなにかっこいいところを見せてきて。これが定番になってるんだね。よかった、見れて。どんな感じなんだろう。おお、何何何何。ほうきに乗ったらテンション上がってきて、派手に飛んで見てるやつらをビビらせてやるって。飛行術好きって言ってたしな。あんな演出があるんだね。よいよいよい、めっちゃいいじゃんこれ。どういう飛び方してんの。終わり、ストーリークリア。いや、めっちゃ面白かった。よかった、ブルームバースデーのストーリー見れて。楽しかったです。じゃあ早速グルービーさせに行きましょう。はい、やってまいりました。ブルームバースデーフロイドですね。グルービーさせたいと思います。OK。グルービーラスト超良かったなぁ。なんか変な技決めた後なんじゃないかって感じするけどね。こっからが本番。
頭の上ギリギリを狙って飛んであげる。楽しみでしょ。怖すぎる。そんな危険なシーンなのこれ、もしかして。あ、これなんか捕まれようとしてる、もしかして。グルーリー。よい。超いい気分。なんか楽しいことしたくなってきたかも。恐ろしい。はい、せっかくなんでボイスも見たいと思います。行きましょう。はい、やってまいりました。ブルームバースデーのフロイドですね。ホーム設定から順番に見たいと思います。どんな魔法を使おっかな。かな。ホーム繊維。プレゼントっていくつもらってもいいよね。人によってよこすのも全然違うし。追加で回収してくるか。まだもらい飽き足りない感じですか、これは。誕生日に電話してくるのはいいけど、ママって毎回長話でさ、ガキの頃の話なんて聞き飽きたっつうの。ママ、それママって言うよな。そう、そうだったわ。なんか嬉しいんだろうね、でもやっぱ。昔から可愛かったと見た。コバンザメちゃんにプレゼントねだったら高いもんは無理だって。んじゃあ、ホールの仕事変わってもらうかな。めっちゃきついじゃん、それも。今日はすっげえ気分いいな。寝てる時間がもったいねえし、朝から晩まで一日中パーティーしようよ。いいね。クリオネちゃん、ほうきなくても空飛べんの羨ましい。いつでも飛び放題とか最高じゃん。これをきっかけに、イデアに頼んで改造してもらうとか、なんか、ジェットエンジンつけてもらったりしたらやばそう。この帽子、いいでしょ。特にてっぺんのとんがってるところ。イカの頭に似ててすげえ笑える。イカの頭。ジェイドと靴を送り合ったんだけど大正解。見てこれ、ソールのデザインが凝ってて超イケてる。よかったね。お互いにプレゼント交換最高ですね。これが俺をイメージした花なんだ。期待してなかったけど、陸の植物も悪くないじゃん。気になるな。ちょっと調べないといけないですね、どんな感じなのか。ワニちゃんが大量のたこ焼き買ってくれたけど、分かってねえな。焼きたての熱々が一番うまいのに。タコ食うな。何回も祝ってくれてありがとう。もちろんプレゼントも追加でくれるんでしょ。こいつ何個もらうつもりなんだマジで。じゃあ最後行きましょう。今日は誕生日だから、みんな俺のわがままを聞いてくれるんだ。当然小エビちゃんも聞いてくれるよね。今日は頑張りましょう。いいっすね、面白かった。フロイドらしい感じがして最高でしたね。よかった。なんかブルームのストーリーいろいろと見れてこんな感じでした。なんかバースデーロードっていうの飛ぶんですよね。なんか早く終わらせたいなみたいな感じになってたけど、飛ぶってなってテンションが上がっちゃって、なんか見せてやるぜみたいな感じ。やっぱフロイドらしいなっていうね、感じがして面白かったですね。本当におめでとうございます。弾けてよかったということで、今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。